自分たちの試合を見ていただける機会も少なかったと思うんですけど、その中で今日ウィンターカップという舞台で勝った姿を見せたかったですが、まあ、負けてしまったので今日で自分たちの高校の試合は終わりとなります。気付けレッショッショッショッ、お疲れ様でした。まあ、出たものも、出なかったものも応援してくれたものも、よくやったなと思います。まあ、特に3年生はね、まあ、2年間、見させてもらって早かったですね。まあ、最後まで、まあ、信じて一緒にやってきてくれたことにまず感謝します。ありがとう。また君たちと、戦えたことと君たちのおかげで東京大会に戻ってこれて、大変嬉しく思うし、誇りに思ってます。この3年間で、頑張ってきたことがこの先に生きると思うし、君たちの目標はあくまでもベスト8だったな。ベスト8だったので目標は達成できなかった。高校生活におけるバスケットボールにおける目標は達成できなかったので、今後、社会人になるもの、専門学校、大学に、行くもの、しっかり目標と夢を、自分で打ち立てて、それをクリアできるように今後の人生、頑張っていってください。はい、1年生は、最後まで戦っていた姿を目に焼き付けたと思うので、来年も、この場所に帰ってこれるように、再始動していけたらなと思うので頑張りましょう。はい、ありがとうございました。気付けレッショッショッショッ、気付けレッショッショッ。3年生本当に最後までお疲れ様でした。今年はもう試合がない中で最後バスケに優勝して、東京体育館でやっぱできたっていうことについてはある意味良かったなって思いました。で、1年生も上から見ててどういう風に感じたか、もうすぐ新人戦に向けて3年生がこう伝統を作り上げてきたものを富士山でまた、やってもらいたいと思います。3年生は卒業まであともう1ヶ月少しで卒業式に向かうので、また新たなスタートここから来ていると思いますが、一人一人、また自分の人生今度は勝者になれるように頑張ってください。以上、気付けレッショッショッショッ。まあ、私たち自身は、まあ、ベスト8を目指してやってきたので、そこにたどり着けなかったことはとても悔しいですし、試合内容としては前半特に1ピリはディフェンスもうまく機能してて、結構点差も僅差で終えることができたんですけど、やはり2ピリ3ピリと進む中で流れの持ってき方が相手の方が上手くて、自分たちの流れが来た時に相手はすぐに自分たちの流れを切って相手の流れに持っていってるので、まあそこは実力差だったんじゃないかなと思います。まあ、スポーツをここまでやり通したってことは自分の自信にもつながってくると思うので、この高校生活で学んだことを今後の人生に活かしていきたいと思います。やっぱり諦めなければ、まあ、絶対何もかもうまくいくなっていうことが学べたかなと思います。やっぱり自分らスタメン5人を信じてここまで出し続けてくれた、まあ、3年生のみんなにはやっぱり感謝しかないし、これからも、まあ、みんなでそういう卒業まで頑張っていけたらなと思います。
が乗り越えた壁まで。